習近平が金融まで完全掌握、そして中国経済が死んでいく。共産党による金融統制強化。10月30日から31日にかけて中国経済における大事があった。中国で最も重要な金融に関する会議が開かれ、初めて中央金融工作会議の名称が使われたのだ。これは今後中国の金融や経済分野での主導権を国務院、中央政府から中国共産党中央委員会に移した、つまり党の総書記である習近平が取り仕切ったことを意味する。中国では一般に会議名に全国とつけば国務院主催で、中央とつけば中国共産党中央委員会を意味するからだ。これまで中国では5年に一度全国金融工作会議が開かれてきた。1997年から5年ごとに開かれ、5カ年計画と同じように5年間の中国金融の発展の方向を確定させてきたのだ。しかし今年は会議の名称を変更し、初めて中国が金融強国になる目標を掲げた。中国の官製メディアは会議の格が上がったと持ち上げたが、実際は金融行政が党の指揮と監督のもとに戻されたのだ。党中央が金融を集中的に指導することは、中国の金融行政が正しく行われるための基本保障である。日本経済新聞の中国版のような新聞、経済観察法の観察者網がこう持ち上げた。また、我が国の金融分野で最高レベルの会議が、今後数年間の金融業界、金融市場の発展と改革の基調を定めた、とも強調した。習近平の金融への過干渉。北京を代表する新聞、新京報も会議が昇格されただけではなく、党中央が金融行政に対する集中的な指導を強めた、と論説した。経済は市場原理に従い、政府の適切な関わりと指導によって健全に発展するはずなのに、習近平はさらに制限を加えるとの信号を発したのだ。過去を振り返れば、1997年11月17日に第1回全国金融大会が国務院主催で開かれた。2003年の3月24日には中国共産党中央委員会が中共中央金融工作委員会を解散すると決定した。その後は中国の経済政策は国務院が主導するようになり、より寛容な改革開放の政策が施行された。党の指導が外され、中国経済は目を見張るほど発展した。しかし、2023年3月、習近平の主導で、中共中央金融工作委員会が再び設立された。挙句、その名称を使った会議まで開かれたというわけだ。金融分野で党の干渉を強めることは、経済発展を逆行させる暴挙である。今回の全国金融工作会議は、今後5年の金融行政と発展の方向を定めたことよりも、習近平による金融分野の掌握という政治的な意味が強い。これがいかに経済に悪影響を与えていくか要注意だ。経済分野のドンに習近平の腹心。ちなみにこうした一連の動向の裏には、習近平の側近である
華立峰副首相の存在がある。つまり李強首相は抜け物にされている。11月6日華立峰副首相が中央金融委員会弁公室主任、中央金融委員会書記になったことが明らかになった。北京青年報の報道によると、華立峰は11月3日に初めてこの肩書きで中央金融工作委員会の会議を主催した。華氏は習近平がアモイ副市長時代の部下で、その関係で中国国務院副総理、副首相に抜擢された。今年3月に3期目の習近平政権は、党と国家の機構改革案を公表し、再び中央金融委員会弁公室を設立するとした。その成果の一つが今回の中央金融工作会議である。その会議の直後に華立峰が弁公室主任と書記に就いたことを公にしたのも意味深だ。つまり李克強首相が経済政策を担った時代とは一線を画したいのだろう。また10月29日には華氏が劉鶴前副首相に代わって中央財経弁公室主任に就いたことも公表された。これで華氏が新たな中国の経済分野のドンであることがはっきりした。習近平は今回国務院を外して自ら経済を主導するだけでなく、経済とは無関係なはずの国家安全部も関与させた。11月2日、国家安全部は突然、金融安全の強い守護者になるというタイトルの文章を公表。外部勢力、米国などの反中勢力を批判する一方、金融リスクを防止することは最も重要視すべきだと強調した。そして、中国を金融強国にするために、国家安全部が経済、金融分野の国家安全保障システムの構築にもっと積極的に関与すべきだと述べて文章を結んだ。国家安全部が金融に関わる、こんなことは前代未聞だ。安全部が金融にのさばり死亡宣告。国家安全部は1983年6月に設立された比較的新しい中央官庁だ。中国共産党中央委員会国務院の絶対的な指導の下で、国家安全に関わる仕事をすることが責務と定められている。公表される情報が極めて少なく、中国で最も神秘的な官庁である。現在の安全部長、安全総は習近平の浙江省勤務時代の側近だった。陳奕迅が担当している。今年5月、習近平が陳奕迅国家安全部長を中国でビジネス活動を行う外資系企業を痛い目に合わせる責任者にしたと、ウォールストリートジャーナルの中国版が報じた。実際、9月に国家安全部は再度、米中関係に関する文章を発表。アメリカに注文をつけ、外交にも口を差し挟むようになった。さらに今回、国家安全部は経済にも関与するようになったというわけだ。以上の一連の出来事は、習近平が経済政策の布陣を完成させたと言えるだろう。経済分野における重要なポストは、全部側近に担わせて、互いに牽制させ、自分の意思を通しやすくしようというわけだ。中国経済は長年、一貫収支、一方収乱、ひとたび厳しく管理すればダメになり、ひとたび管理を緩めれば混乱するという問題に悩まされてきた。現在、習近平が主導しようとする中国経済は、まさに一貫収支の域に突入している。中国不動産開発大手、碧桂園の政府救済スキームが動き出したか。
中国不動産開発大手の碧桂園、カントリーガーデンは10月に1500万ドルの利払いを期日内に履行できなかった。クロスデフォルト条項、債務者が一つの債務の返済を履行できない場合、その債務者が負う他のすべての債務に関して、債務不履行、デフォルトとみなされるものに従い、同社の約110億ドルのオフショア債全体がデフォルトに陥ったと広く認識されている。ロイター通信は中国政府が大手金融グループである平和保険に対して碧桂園の株式を 50% 以上買い入れて支配株主となるように求めたと報じている。香港証券取引所のデータによると、平和保険は8月11日時点で碧桂園の株式の 4.99% を保有している。当局と平和保険との協議は8月下旬に始まり、中国人民銀行、中央銀行の金融市場局と国家金融監督管理総局が協議を主導しているという。平和保険が碧桂園の株式を 50% 以上買い入れた後に、当局が段階的に資本注入を行い、碧桂園の資金繰りの問題を緩和していく計画だという。仮にこうした計画が実現すれば、巨額の負債を抱える中国不動産会社に対する政府の救済策としては過去最大級となり、初めての本格的な政府介入となる。ただ、ロイター通信の報道を受けて、平和保険は声明で、関連する政府機関からそのような要請を受けていないと報道を全面否定している。政府からの要請は本当であるとしても、平和保険がそのスキームをまだ受け入れてないことを平和保険の声明は意味しているのではないかと推測される。報道を受けて平和保険の株価は下落している。これは同社が碧桂園株式を大幅に買い増やせば、平和保険が大きなリスクを抱え込むことを市場は懸念しているのである。政府は経営危機に陥った不動産開発大手の救済策に乗り出すとしても、一気に国有化するような救済ではなく、民間企業あるいは地方政府が主導する形での救済に依然としてこだわっているように見える。不動産不況が生じても、行き過ぎた不動産ビジネスの縮小、過熱した不動産市場の調整はなお必要との基本的な考えが変わっていないからだろう。ただし、そうした政府の慎重姿勢が基本的に変わらない下で、大手不動産開発会社に対する政府の救済策が手遅れとなってしまい、経済やシャドーバンキング、非銀行金融仲介に深刻な打撃が及ぶ事態に発展してしまうリスクは、依然として相応の確率で存在しているのではないか。